ミッション、パスコードを解読せよ。はい、これ第3話で太陽くんが夜桜家のトイレに入ろうとしたら、うんうん、パスコードが設定されていてトイレに入れないというシーンがありましたね。過酷だったね、あれはね。いやあれはなんか見ていて、うん、キャーってなんかもう我慢できない、我慢できないっていうドキドキしちゃいましたけど、本当のギリギリ探って助けに来てたよね。なかなかやっぱ、うん、すぐには助けてくれないですね。